騎士、騎士、平野仕様の影響力が広がる。その秘密とはなぜ彼らの CM で買い物欲が湧く驚きの理由に迫る。平野仕様、騎士、神宮寺。名前を聞いただけで、心は踊るように踊り出す。彼らの才能はまるで魔法のようだ。その魅力に取りつかれると、目が離せなくなる。彼らの音楽は魂を揺さぶり、その歌声は心に響く。テレビで彼らを見るのが待ち遠しい。どんな曲を披露し、 どんな衣装をまとうのか、その全てが楽しみで仕方がない。何よりも興味深いのは、彼らがどのようにして視聴者を引きつけるか、そしてその影響を広げているかです。例えば、テレビの出演や CM、さらには商品の選択にまで及ぶ影響力があると言えます。平野耀さんの CM が流れると、なぜか財布の紐が緩むという現状は、一体どこから来るのでしょうか何が人々を彼らの方向に引き寄せるのでしょうか そんな彼らが CM や広告に出演すると、なぜか買い物欲が湧いてくる。平野仕様の口紅や香水、それに騎士や神宮寺が広告する商品まで、ついてに取ってしまう。なぜだろう彼らの魅力は本当に不思議だ。しかし、彼らはただの有名人ではない。彼らの登場は民放初の歌唱、そして日テレ音楽番組での第1回目の放送選出など、多くの出来事を引き起こしてきた。彼らの存在が、 日本の芸能界に新たな息吹を吹き込んでいる。その背景には、彼らの熱意や努力があります。彼らは単なるアーティストにとどまらず、ファンとの絆を築き、彼らの世界観やメッセージを伝えることに努めています。特に、能登半島災害の際には、チャリティーソングの CD を通じて支援の手を差し伸べる姿勢が示されました。彼らの音楽が、単なるエンターテインメント以上の意味を持つことがあります。 しかし、そうした成功の裏には苦労もあった。彼らが所属していた事務所を離れるという決断は、多くの人々に衝撃を与えた。だが、その後の活躍を見ると、それが正しかったことを感じざるを得ない。彼らの音楽は、YouTube や CD などで楽しむことができる。しかし、テレビという媒体は彼らの魅力を広く伝える手段の一つだ。そう、彼らの才能を知らない人々にも届けるために。 そして、彼らはただ成功するだけではない。彼らの目標は、多くの人々に届く音楽を作り出すことだ。それは、ただひたすらに彼らのパフォーマンスを楽しむだけでなく、彼らの思いに共感し、応援することでもある。新番組の出演、次々と舞い込む嬉しい出演情報。それは彼らの努力と才能の結晶であり、彼らの音楽がさらに多くの人々に広まることを願うばかりだ。 彼らの未来が輝かしいことを信じてやまない。平野史洋、騎士、神宮寺。彼らの物語はまだ始まったばかりだ。私たちは彼らの成長を見守り、彼らの音楽に耳を傾けることで、新たな感動を見出すことができるだろう。そして、彼らが作り出す音楽が、ますます多くの人々の心に響くことを願う。そのためにも、私たちは彼らの活動を支援し、応援し、続けることが大切だろう。 しかし、こうした活動の裏には、彼らがどれだけの努力を重ねてきたかという事実があります。彼らが日々努力して、新たな一歩を踏み出す姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えています。彼らの音楽が、多くの人々の心に響くことを願っています。彼らの才能や努力が、ますます多くの人々に広まることを願っています。未来に向けて、彼らの輝かしい活動が、さらに広がっていくことを期待しています。 さて、あなたは彼らの音楽にどのような思いを抱くだろうか彼らの将来にはどんな可能性が待ち受けているのだろうか彼らの音楽があなたの心に何をもたらすだろうか考えると、胸が高鳴る。